観光パンフレットを配ったのは三春町の中里小学校の児童およそ50人です。満開を迎えた三春町の三春滝桜は今年国の天然記念物に指定されて100年を迎えたことから、滝桜の保護活動に取り組む地元の子どもたちがオリジナルの観光パンフレットを作りました。児童たちは観光パンフレットを配るだけでなく、会場のゴミ拾いも行って地元の観光 PR に取り組んでいました。三春滝桜の見頃は今週いっぱい続く見込みだということです。